野党を撃退したレヴィンたちの前に騎士団のナームが現れた。そしてバルディア城が陥落したことを知らされたのである。レヴィンはバルディア城に戻るため、ゲルがさまよう狩猟の森を通過することにした。ここが狩猟の森か。かなり深い森だな。王子、この森は危険があると聞きます。急いで抜けましょう。そうしたいところだが、何か様子が変だぞ。大変、化け物に囲まれているわ。なんと、奴らが組織的に動くと。来るぞ、気をつけろ。普通の攻撃じゃあまりダメージを与えられないわ。兵力を分散せずに集中して戦うんだ。旋風よ、切り裂け。なぜだ、こいつらに知能はないはずだぞ。力が湧いてくるよ。こいつらは火に弱い。全軍突撃、一気に蹴散らしてしまえ。レディ様、今お助けします。クリス、なぜここに。
き尽くす。火炙りにしてやれ。はっ。レディン様、ギャルは私たちに任せてください。すまない、クリス。よし、このままバルディア城を取り戻し、リゴスを倒すぞ。しかし苦しい戦いだった。ソーンとクリスのおかげで本当に助かった。当然のことをしたまでです。ホーキング公の命によりレディン様の指揮下に入るために参りました。それは心強い。よろしく頼む。あのレディン様、私もレディン様の戦いにお供させてもらえませんか。ダメだ、危険すぎる。お願いです、決して足手まといにはなりませんから。わかったわ。クリス、これから共に戦おう。はい。一日でも早く平和を取り戻さねば。
クリスや